手すりが撤去されていた開口部から墜落。 災害発生状況建物の解体現場の開口部からの墜落事例です被災者は既存建物の解体現場で散水作業に従事していた4階床開口部内装解体材投入用ダメ穴から1階まで墜落したものと思われる 被災者がなぜ4階にいたのか、なぜ開口部に近づいたかは不明である。この開口部手すりの解体は、当日の作業予定にはなかったが、飛び行の勝手な判断で作業を変更し、午前10時までに解体されており、被災者の墜落時には手すりがない状態であった。 被災者は、既存建物の解体現場で散水作業に従事していた。四階床開口部。内装解体材、投入用ダメ穴から一階まで墜落したものと思われる。被災者がなぜ四階にいたのか、なぜ開口部に近づいたかは不明である。この開口部手すりの解体は、 当日の作業予定にはなかったが、飛び行の勝手な判断で作業を変更し、午前10時までに解体されており、被災者の墜落時には手すりがない状態であった。災害が発生した原因。丸1、当日の作業予定にない作業を勝手に行った。丸2、墜落防止設備がなかった。 丸三、作業変更時の連絡が行われていなかった。災害を防止する対策。丸一、当日の予定にない作業を実施する場合には、職長を通じて元請けに連絡することを徹底する。丸二、開口部の墜落防止設備を取り外したまま放置することを厳禁する。 作業変更前に職長元請けに必ず申し出るよう作業員に対する再教育を実施する。